お疲れ様です。聞こえますか？うわ、ハゲ決まったぞ。悪順が我らがコントレールさんは2番だ。あざす、やったねって思った通りの展開じゃん。いいね、勝ちましたって。本当に勝ったのか。俺はまだ信用してないぞ、コントレールさんのことを。だいたい前一番で負けてんじゃんよ、飽きてん。それで2番やけんやったとはならんじゃろ。1枠があって、奇数があってとか言い出すんだろ。次はうん、東京1枠有利だから。ほんと？そんなん言うて負けてますよ、飽きてん。いつもいつもそのうち有利うち有利っていうに騙され続けていく年月。これはもう信用せん。もうその圧倒的とか本当に信用してないけん俺。内枠有利説、強いもんは外枠でも勝ちますきっと。でも外枠に強い馬がいるのかって言ったら、お前マカキさんとかワグネリアンな。じゃあ無理だろうって。疑心暗鬼特枠で勝ったのはワグネリアンだけ。東京2400は外枠が不利。でもジェンティルドンヌは外枠で勝ったらしいぜ。んこの符号、それをどう見るって。それはもう何、本物やったってこと。それを引き合いに出したらダメってことな。それは強いからよって4歳ボバゼは信用ならん。ゴルフェが弱かったということになる。そんなことない、もともと強いからよ。ちょっと待て、ジャパンカップムイート・オブリガード1番、2番コントレール、3番ブルーム、4番シャフリアール、5番奇跡、これ奇跡の激走もあるかも。でマルガイ、グランドグローリー、オーソリティ、アリストテレスって。ちょっと俺オーソリティやっぱあるんかって思ってきたわ。アルケをちょっとちゃんと見たんやけど、こいつ負担重量 57.5 で3馬身ぐらいつけてたんだわ。他のやつら55とか56キロ、54キロのやつらの軒並みに対して 57.5 キロ背負ったオーソリティがまさかの勝ちであるって。あるんじゃねえのこれ、オーソリティあんじゃねえのって。なんならコントさんぶち抜く可能性まで見えてきたんだが、俺の脳内版では。ちょっとこう成長しとるんじゃないんか、オルフェの血が炸裂してきとんじゃない、晩成気味の。そう、あの BC ディクタクを買ったあの馬みたいにね。というわけで太鼓判を押したいのはオーソリティです。ポンって。コントさんはもうあれだ、成長の見込みがなかった、もん最初に出来上がりすぎとった。でも裏街道骨折から
で、裏街道を通ってきたオーソリティはどうだって、ジャパンカップで開花しても遅くないんじゃないでしょうかって。怪我なければもっと勝てた。まあそれはどうかわからんけどな。ただいかんせんコントさんもやっぱり何、安定感はあるんよな。着外がないことを考えたら、相手が弱すぎだから。ああ、ディープサンクのダービー馬の小馬成績は、それが物語っとんがこのジャパンカップに集約しとるね要因でしょう。4世代のダービー馬が出ることなんか普通ありえねえから、どんだけ走らせてんだよ。マカヒキさんとかワグネリアン、かわいそすぎて涙が出るわ俺は。特にマカヒキさんな、許すまじ、金子許すまじ。もうお前ほんとやったらノーノーと草はみよるゴロやで。コントレールオーソリティアリストテレスは調教良かった、ユーバーの追い切りは良くなかった。まあ隠しとるかもしれんけどな、その能力を。奇跡は引退なんじゃろんで、確かジャパンカップで。なんでマカキさんは引退できんし、奇跡はうさんくさい。逃げ、でもあれやったことない。俺がやりよったあの旅下で奇跡って言ったら、あの北さんとセットで買っとったらとりあえず当たるっていう素晴らしい馬だったんだが、そこについてはもう都市お番です。奇跡も若きもない、ないんかな。それはつれえぜ。奇跡何倍、オッズはまだ出てないでしょうよ。金夜ぐらいからじゃないか、まだやね。まあでもまあまあつくやろ奇跡とか。しかも和田、和田流でも京都大商店に3着入ってるぜこれ。しかもその京都大商店の勝ち馬がマカキさんっていう、この符号、まあ、マカキさんは多分ないやろな、もう目一で京都大商店取ったら。アリストテレスは今回たけし、エピファネイヤあるんかな。これもうちょっとブルームってやつについてもちょっと教えてほしいんやけど、こいつはどうなん、まあまあな。キングジョージ4着とか、フォアショー、これお前ディープボンドに負けてるじゃねえかこれ、フォア賞と考えたら、物差しで言えばブルームは消せるんじゃないでしょうか。これディープボンド負けたらダメぜ、ありえないわ。ということはコントさん以下なんか確定したな、ブルームは。フォア賞を勝ったボンドさん、
フォア賞は前線そうだから叩きですっていうやん。じゃあ何なんですかこの凱旋門の11着という大惨敗は。っていうことはやっぱりブルームは決していいっていうことじゃ、うん、はい終了をつっとん切れて激走ないない。日本の馬場やぞ。海外馬は海外馬なんで高速馬場には適用してないはずなんや。ということはあれだよね、やっぱコントさんたちの方が強いよね。ババがやばくて参考にならん。でもなって海外のババは違うってあのバードの本に書いてたから、その欧州型っていうのとね日本のババは全然違うから。欧州はスタミナ系がいいんだって。日本はあの、ね、トップスピードに乗るような軽いババがいいっていう。バードちょっと今年の BC 構想は日本向きっぽいよ。ん？そうなん。じゃあ何？激走あるん？なんなら1着まであるってこと？そのバードがブルームを期待してるって言ってる。輸送問題とかも考えれんのですか？ん？ね、欧州から日本に来る長旅を考えてみ、馬のストレス、体重の激辛やって、海馬を食うもままならんこの状況、完全に日本馬ですわ。やっぱり。俺はそう思うんだが、これも老害？今はもっといいあの方法があるん？遠征も。フランスからアメリカに行っとる。逆回りしたら近いんちゃうんかい？ジャパンに来るより。時差ボケとかあると思うよ俺は。輸送は影響ないとは言えん。それが日本がジャパンあの凱旋門勝てん大きな理由であることもあると思うんや俺。やっぱアウェーじゃん。まあ昔はジャパンカップもな海外に蹂躙されよったみたいやけどな、近年ね逆に日本の方が強くなりすぎて、日本のババがもうジャパンカップなんかいかんでいいんごってなるぐらい日本馬だけになった時代もあります。っていうかもうそんな田舎レース出るんやったらわいらドバイ行くわみたいなやつらの方が多くなったんじゃろう。賞金の高を考えろ。10億出るって言ったらドバイ行くだろう。そういう弊害があったんじゃなかろうかと。JC4 億になる。へえ。なんかサリオスさんがお前香港に行くとかいう情報をゲットしたんやけど、俺あれ本当なん？ついに主戦場を香港に変えたっていう。ゴールデンシックスティーにボコられて終了するんじゃね？コントさんのしゃふりが軸なんて聞く。やめておけ。サリオスは何しに行くんだよ。え？喧嘩売りに行くんよお前ゴールデンシックスティーに。やったね。俺たちのサリオスさんがお前グランのお前夢を引き継いで行ってくれるらしいからよ。
期待していいわよ。勝ったら熱いなって。おお。シャフリ？入れるに決まってんだろ、シャフリとか。っていうか逆にコントレールさんに引導を渡すとしたらシャフリだと思っとるじゃん、俺は。筋量軽い。ね、ダービーでエフフォーリアと死闘を演じたあの力、あれを発揮できるんなら、下克上あると思います、俺、コントレールさんに。一矢報うんはシャフリやと思っとるけん。それがエフフォーに勝ってしまったお前の食材や。なあ、俺の夢を砕いた。お前、コントさん勝ちに行けやって。コントさんに頭で来てもらったら困るんじゃ、俺は。1.5 倍が頭に来てもらったらタヌキになれんだろうか。俺が優秀の美って福永そんなん許すと思うなよ。俺がガシッて持っとるけん今俺福永の肩。53キロのユーバーレベルすっ飛んできたら笑う。やばいよな。ヌメカスはヌメカスは今晩仕事したけん許す。なんぼでも頑張ってくれ。サフリーあれで振り、なんで前走負けたん？あれやろ、オモババやったやろ。で、カッパ枠のステラベローチが勝ったっていう。オーソリティだって。オーソリティか。でもなんでオーソリティに乗ったかわかるかね。あいつはアリストテレスにも乗れとったはずや、ルメールなら。でもそのアリストテレスを捨ててオーソリティに乗った理由とはって。その力関係、ルメールのお前馬見る目は本物ぞ。ということはアリストテレスよりオーソリティの方が強いっちゅうことじゃ。アリストよりはオーソリティってことや。本番はせやな。じゃあどうすんのって。オーソリティもな、別に信用できるかっつったら別に信用できるないわけで。厩舎で切りたくなる。そんなん逆に厩舎で切りたくなるって言ったら俺ヤサクとか切りたくなるけどな。あいつのワイドとか何か言わされたことか。俺ヤサクワイドとかバカか。俺はどんだけ騙されてたんだよ。俺あいつのとこに。世界のヤサクやぞって。買ってないっちゅうねん、そんなもん。 BC なんとかなんか。あれやったら菅井買いよった方がよかったわ、こんなことなら。ソダシちゃん、今の時代ヤサク切るのは流れが読めてないんよって。買ってよじゃあ、コントレールさん。飽きてん。なんで F4 に負けたし。ダービーボックス、いやダービーは三連複ボックス買ってもええんやけどな。確かに若木さんが激走して1着とか入ったらそうとんでもない数字になるで。これそっか、欲しかったんだがな。俺はできることなら。F4 強いでって。いや F4 とか来年相当無双すると思うで俺。あいつこのまんまいったら。ただ怖いんはシーザリオの血がどこまで影響してくるかですな。故障が怖いんですわ。時代の覇者になるんが F4 よ。来年のコバ戦線非常に楽しみだ。あれは TM オペラ王北さんブラックの系譜を継いでいくかもしれんぞ。3歳で秋天勝つのはなかなか何年ぶりかと言われとるからな。
これで有馬なんか買ったらもう本物やで、マジで。3歳でボリクリも強かった。せや、ナリブコース、キク蹴って秋取りに行くんがかっこいいよな。そしてなんならその F4 に勝ったのかって。え、ほらお前ダービー専用機、え、ディープインパクトさんのシャフリアールさんですよ。しかしここでジャパンまで勝ったら、そのシャフリはさらに F4 としのぎを削る一強として祭り上げられるじゃろうな。お前コントさん 1.5 倍やで今デトン、なんでそんな上がっとん。グランより高いてて、明日お前電車が止まるぞマジで、都内気をつけとけよ、4時ぐらいに。ゴリゴリ突っ込むやつおるやろうけんな、信用金庫って、コントレール信用金庫が解説しましたって。一枠二番になって殺してくれーって。あさってでしょ、うむ。1.5 じゃ金庫とはいえん 1.1 まあどうなるかまだわからんな。ちょっと俺もいや買ってほしいじゃなくてあれなんよ、もう Just do it ね、つべこべ言わずやるんだよってなっとんよ。もうコントレールさんはキャッチフレーズもついとんや。頑張っていただきたい。1.0 なんかいねえよそんなの。